はい、じゃあ、今日はですね、このタラの芽をちょっと掃除していこうと思います。これがですね、近くの山で取ったやつです。うちは山荘の敷地内に生えてるんで、もうこんな感じでもうタラの芽って言ったらもうこのトゲトゲがもうすごいんですよね。だいたい山とかにあるやつはもうこんな感じで強烈にトゲトゲがあるんで、下手に触ったらすごい手に刺さったりするんで危ないです。で、それとは別にこっちのやつが市販のやつですね。市販のやつはですね、なんか改良をずっと重ねてあるやつらしくって、トゲがないわけではないんですよね。少しだけたまにあったりするんですけど、ほとんどトゲがない状態です。で、こんな感じでもうすぐ掃除して食べれるような感じです。はい、でですね、この山菜なんですけど、タラの芽ってですね、見る人が見たらすぐ分かるんですけど、ちょっと漆とかとちょっと間違えて食される方がおるんで、もうもし敷地内とか山に取り行かれる場合はもうちゃんとですね、なんか専門知識のある人か、もうすごい詳しい人と一緒に行ってもらった方がいいと思います。食中毒の原因になるんですね。はい、でこういうですね、すごいトゲトゲのいっぱいあるやつはですね、掃除していくんですけど、そのまままず使えないんで、でも掃除してる時にも刺さったりするんですよね、手に。なんでこういう感じのやつだったら、この葉っぱ部分をタオルとかでこんな感じで置いてもらって、であと包丁の裏ですね、包丁の裏でこのトゲをこう逆立てます。で、全部っていうかもう綺麗に取ってしまうんですけど、はい、こんな感じですね。ただこのトゲが取れたやつ、こういうのも手に刺さったりするんで、ここら辺もちょっと気をつけてもらって、気をつけてください。ここら辺ですね、この葉っぱの裏とか。ちょっと掃除がすごい時間がかかるんで、あまりこの すぐできるものではないですね。トゲがすごいんで。でこんな感じでトゲ潰してもらったら、今度はもう根元の方は今取ったんで、今度は根元の方を持ってから、葉っぱの方からこの軸の方にですね、このトゲを殺してやります。でもある程度も葉っぱが取れるのは仕方ないんで、で天然のですね、こういうのにはすごい天然のこういうのにはすごい虫とかがいるんで、この後水にちょっとさらして置いておくんですけど、その時に虫が浮いてきたりもするんでですね、それも気をつけてください。はい、でこんな感じでトゲが取れた状態です。あとちょっと手でですね、こう手の爪とかを使って、ちょっとアクで手が汚れる場合があるんで、そういう場合はこうなんか手袋かなんかしてもらえたらすごいいいと思います。であとここですね、袴、これがちょっと硬いんですよ、この部分ですね。もういかにもこの硬そうな部分、これをもう取ってしまいます。だから天然の場合、この取った後の中にトゲがある場合、こういう感じですね。このくらいだったら多分天ぷらにしたら口当たらないんで、そのまんまでも大丈夫と思います。でこの袴、これにはもう1枚しかついてなかったんで、これ袴って自分らは言うんですけど、これを取ってあげます。でちょっと下の方触ってもらったら、感じでですね、ここいかにも硬そうな部分、もうこれはもうこうまっすぐこの落としてもらっても構わないし、ちょっともったいないなと思ったら、この下からギリギリ、これはもう斜めに切ってやる分なんですけど、ここのちょっと色が変わってる部分だけをちょっと薄くこうかつらむきしてあげます。ただ量が量ですごい大量な場合って言ったら、もうここら辺からちょん切った方が早いかなと思うんですけど、こういうやり方が昔からのやり方です。であと根元の方ですね、これはもうこのまま1個を天ぷらで使おうかなと思ってるんで、ここにバッテンを入れてあげます。これは火の通りとアクの出をですね、でこの状態で一応掃除は終了です。そしたら、これをですね、10分ほどちょっと水で、もう水でさらしてもいいし、もう水の中にも直接投げといても全然大丈夫です。これで虫とですね、ちょっと下の方のアクをちょっとこれで洗い流すみたいな感じです。
これ水の中につけずにそのままに置いておくと、バッテンに入れたここら辺がもう真っ黒くなってしまうんで、そういう意味では水につけた方がいいのかなと思います。はい、これが一応取ってきたやつの処理方法です。はい、あとですね、このもうハウス栽培してあるやつ、もうこれが普通のスーパーとかには多分パック入りとかで売ってやるやつなんで、ちょっとこれは大きいんですけどね、こんな感じです。もうほとんどトゲがないんで、正直なところこのまんま袴だけ取ってもらえれば使えます。これですね、袴、これにも1個かな、まあ、1個か2個ぐらいで、あとここの部分なんですけども柔らかいんで、かつらむき、まあ、した方が丁寧っていう仕事、まあ、丁寧な仕事なんですけど、まあ、正直この柔らかさだったらかつらむきしなくても口には当たらないかなと思います。であとここのギリギリ、まあ綺麗だったら切らなくていいんですけどね、ちょっと切って、でこれも一緒です。ここに十字にバッテンですね。でもこのタラの芽自体が大きい場合って言ったら、もうここで渡したりします。例えばもうこれでちょっと、まあこれだったらもうこんな感じですね、2つに分けて、であとはもう天ぷらです。でたまにちょっと中の方にやっぱり改良品種はしてやるんですけど、こういう感じで分かりますかね、トゲがやっぱ残ってるんで、天ぷらでしたらあまりトゲは気にはならないんですけどね、一応処理法としてはトゲは取る方がいいと思います。こんな感じですね、袴の下にも、よく見てもらうとこの黒っぽいのがトゲなんで、ちょっとまあこれの方が丁寧かなと思います。包丁の裏でですね、こっちでしたらもう中までこう食い込んでしまうんで、はい、でもこれももうかつらむきしないでこのぐらいだったらいいです。この色が見てもらうと分かりますよね、ここの一番下の色、白っぽかったらかつらむきは多分いらないかなと思います。はい、こんな感じですね。でこれも大きいんでちょっと、はい、まあ、これはちょっとでかいですね、全体的に、まあ、本当に高いやつっていうか、もうちょっとですね、もう天ぷらで使うんだったらこのくらいのサイズの方が、まあ、上品かなと思うんですけど、こんな感じでちょっと水にこれで10分ぐらい浸しておいてですね、でこれで一応下処理は終了です。はい、これは10分ぐらい水につけたやつですね。どのくらいアクが出てるかというと、このくらい、この透明な水がこのくらいの色に変わるぐらいアクが出てますですね。で切り口もこの水につけてるんで黒くはなってないです。でこの状態で、この状態でよく拭き上げてですね、あとはもう天ぷらで揚げていくんですけど、はい、この薄力粉をよくですね、もうまぶしてもらって、よく落としてもらって、はい、あとは天候の泥を作っていきます。これは玉水を作って、薄力粉 でちょっと氷を入れてるのは温度差ですね、はい、ちょっとフライヤーになってしまうんですけど、でこれでこっちの葉っぱの部分ですね、葉っぱの部分もう天候の泥の中に落としてもらって、で葉っぱをこう揺すってもらって、天候を外に逃がします。でこの軸のついたやつなんですけど、ちょっと天候ここでも落としてもらって、軸から先にちょっと入れてもらって放つみたいな、はい、天ぷら揚げるときですね、このカスをよく作ってもらって、油ができるだけ傷まないようにして揚げていきます。でこういう葉っぱ系とか緑系って言ったら、もう大体180度の方が、温度がちょっと高い方がですね、パリッと仕上がるんで、温度高めで、
います。あと葉っぱの方を先にあげますね。はい、こんな感じですね。タラの天ぷらの出来上がりです。このくらいですね。ちょっとあの薄衣で仕上げたんで、もう何パッて見てからこう何っていうのが分かるような感じで揚げてもらえたらすごいいいと思います。はい、あとはお塩とお塩か天つゆで。はい、じゃあ今日は以上になります。